はい、こんにちは。今回は怪物ボクサーや最強ボクサーばかりと戦わされたボクサーたちを紹介いたします。レジー・グロス、シュクロス、マイク・タイソン、フォン・カッチキル、ニューヨーク。世界ヘビー級王者になる前のマイク・タイソンが22戦目にレジー・グロスと戦いました。当時タイソンは20歳になる前で、デビューから1年3ヶ月しか経っていなかったのですが、21戦全勝、19KO と次期世界王者と期待されておりました。一方グロスは18勝4敗ながらバート・クーパーを KO しており、 KO 率の高いボクサーでした。試合は初回、タイソンより10センチ以上背が高いグロスが距離を取れず、苦し紛れに20発ほど連打を放ちましたが、タイソンは落ち着いて難なくさばき、左フックを合わせると190センチを超えるレジー・グロスはこの一発で倒れました。Als hij kon winnen van Reggie Gross, Razor. タイソンに KO されてから2年経過し、レジー・グロスはタイソンが恐れたボクサー、ドノバン・ラドックと対戦しました。共に190センチ、100キロを超え、KO 率の高い者同士の戦いは、序盤から強いパンチが交錯し、第2ラウンドにラドックの連打が猛威を振るい、ダウンを奪いました。起き上がったグロスにラドックはすぐに襲いかかり、レフリーは試合をストップしました。アマチュア全席70勝5敗のケビン・ケリーはプロデビュー後も WBC 世界フェザー級王座に戴冠し、42戦目で陥落いたしましたが、その後マイナーながら WBU 世界王座に戴冠し、デリック・ゲイナーを防衛戦に迎えました。両者サウスポースタイルでスピード豊かなパンチを振るいますが、王者ケリーが3ラウンドにカウンターの左で早速ダウンを奪いました。続く第4ラウンド、ダウンを奪ったケリーが強引に行きますが、カウンターから連打を打たれダウンを喫しました。2度ダウンしたゲイナーは4年後に WBA 世界王者になっただけあり、スピードに乗ったパンチで猛反撃をいたしましたが、王者ケリーの究極のカウンターを浴び KO されたのでした。ゲイナーを逆転 KO で破ったケビン・ケリーは翌年、悪魔王子ナジム・ハメドの持つ WBO 世界フェザー級王座に挑戦いたしました。続く第2ラウンドも王者ハメドはケリーのパンチに反応が鈍く、左カウンターをもらってしまい2度目のダウンを奪われました。
ハメドは2度のダウンを奪いましたが、この頃は師匠のブレンダー・イングルの教えに逆らい、練習量がめっきり落ちていたので、ケリーのパンチをたびたび被弾し、4ラウンドにもダウンを奪われました。しかし最後はケリーのパンチを見切って左をヒットさせ、大激闘に終止符を打ちました。ナゼーハメリプレーモラレー、ハメドに KO されて約3年後、ケリーは当時37戦全勝 29KO のエリック・モラレスと WBC 世界フェザー級暫定王座決定戦を行いました。33歳になったケリーは51勝4敗と経験を重ねましたが、パワーとスピードは全盛期より劣り、一方スーパーバンタム級から上がってきた全勝のモラレスは24歳で圧倒的なパワーと破壊力を持って襲いかかり、第5ラウンドに強烈なボディーブローから右フックを叩き込み、ダウンを奪いました。起き上がったケリーですが、恐怖の男と呼ばれ、後に4階級を制覇するモラレスの圧倒的なパワーに潰されました。2003年4月、ケリーはマルコ・アントニオ・バリラと戦い、初回いきなりダウンを喫しました。当時のバリラはハメデラ・モラレスを破っており、童顔の暗殺者と呼ばれた攻撃重視のボクシングから攻防一体へとモデルチェンジしておりましたが、攻撃力は健在で、第3ラウンドに右アッパーでこの試合2度目のダウンを奪いました。起き上がったケリーにバレラは得意の怒涛のラッシュを敢行してダウンを追加し、バレラの容赦のない攻撃にレフリーが見かね、第4ラウンドに試合を終焉させました。マルコ・アントニオ・バレラ。ジョージ・シャマロ。1960年代と1970年代のヘビー級で活躍したジョージ・シュバロは、90戦以上戦いながらダウンしたことがない超頑丈なボクサーでした。当時のヘビー級はモハメド・アリをはじめ多くの強豪ボクサーが集まり、また多くのハードパンチャーが集まっていたのですが、シュバロは生まれつきの頑丈さに加え、首や首周りを徹底的に鍛え、鋼鉄の鎧に覆われ、どんな強打者に打たれても耐え抜いたのでした。1967年7月、当時全勝だったジョー・フレージャーと戦いましたが、フレージャーの強烈な左を浴び、レフリーに戦いをストップされました。フレージャーに TKO 負けを喫した3年後、これまた当時全勝のジョージ・フォアマンと戦いました。フォアマンは象を倒すと言われたボクシング史上最強の強打者で、21戦全勝 18KO のキャリアを誇り、序盤から激しく猛威を振るいましたが、頑丈でパンチ力に自信があるシュバロは
迎え撃ちました。シュバルはすでに76戦戦っており、アリア・フレージャー、フロイド・パターソン、アーニー・テレルなど世界王者たちと激闘を繰り広げた誇りからか、11歳年下ながらはるかに体格が大きなフォアマンの猛打を1分近く耐えましたが、レフリーが危険とみなし戦いを終焉させました。